ポーチドエッグをせたバブルスクイークバブルスクイークはローストディナーに使用した残り物の野菜を軽く炒めて作る伝統的なイギリス料理である。主な材料はジャガイモと芽キャベツであるが人参、豆、キャベツなど残り物の野菜であれば何を使っても良い。細かく刻んだ野菜をマッシュポテトもしくは潰してローストしたジャガイモと共に フライパンで表面がきつね色になるまで炒める。料理の名称は調理の過程で、グツグツやキュッキュッといった音がすることに由来している。バブルスクイークは、サンデーローストの残り物の,の肉に、ピクルスやブラウンソースを添えて、もしくはフルブレックファストに添えて供されることが多い。伝統的な調理法では、肉もバブルスクイークに加えていたが、現代では、 肉なしで作ることが一般的である。現代で知られている最古のレシピは1806年、マリアランデルによるものである。バブルスクイークという名称はイングランドで最初に使用され出した名前であり、コモンウェルスの一部やアメリカ合衆国でも使われることがある。バブルスクイークは、ほとんどの食事を配給に頼っていた第二次、世界大戦時に残り物を上手に処理できることから、 人気があった。現代では冷凍食品や缶詰としても販売されている。ありがとうございます。